柳田さんの情勢報告でした。ですね、予定は7時45分まで予定してます。あと12分ぐらいですので、ちょっとこらえて頑張ってください。それでは告知タイムに入ります。1番目の方。皆さんこんばんは、私たちは市民が育てるセルロム療法日本版の会のものです。今日初めてこちらにこの横断幕掲げました。ありがとうございます。先月18、19日と結成集会を行いました。たくさんの方にご参加いただきましてありがとうございました。これから私たちは全国にこれを広め、条例化、その地方地方で皆さんが立ち上がった皆さんと一緒に条例化をして、そして最後は法律にするという計画です。皆様、今参助会員募集しております。ニューヨーク、栃木、千葉、三重、静岡、埼玉、それぞれの方たち今立ち上がって私たち仲間を作っております。どうぞ皆様もご一緒に手をつないで、これから未来ある子どもたちのためにこのチェルノーブリ法の日本版を作って贈り物として残してあげたいと思います。どうぞ皆様も一緒に立ち上がってください。こちらのブログもできておりますので、そちらを見ていただきまして、もし我こそはこの私たちの土地でこれを作りたいとお考えの方、弁護士さんたち、私たち皆さんと一緒に学習会等を やるつもりでおりますので、どうぞご連絡いただきたいと思います。そしてもう一つは、今学習会講演会を次々と行っておりますが、近々のものを申し上げますと、4月7日スペースタンポポで、こちらに皆様に今チラシをお配りしましたように、市民立法で放射能災害から命、健康、暮らしを守るチェルノブイリ法日本版を制定しようと学習会を行います。どうぞ皆様ご参加ください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、告知希望の方おられましたら前の方に。それでは2番目の方。皆さんのお手元にこのチラシを配らせていただきましたけれども、4月19日白血病を患っている原発被爆労働者の荒株さん裁判、第7回口頭弁論です。東電九電は 100ミリシーベルト以下の、白血病と被爆労働の因果関係はないというのは大前提条件だというように言い張って裁判官を騙そうとしています。でもう私たちはこれに断固戦っているところです。それで19日の報告集会なんですけれども、荒株さんご自身がどのようなひどい労働環境で働かされていたかっていうことをご自身の口で語られます。ぜひ報告集会においでください。昼間の、木曜日の12時からですけれども、参議院議員会館です。よろしくお願いします。はい、次の方。再稼働都市全国ネットワークより、お知らせします。私たちは来たる4月15、16日水道橋のスペースタンポポで再稼働都市全国相談会を開催します。この相談会は非常に重要な会議となるでしょう。確かに多い限界と再稼働はされたけども限界はどうでしょう。すぐ事故を起こし停止しました。これ以上再稼働を許して
日本を危険にさらす、そういうことをさせないためにも、私たちは今後やれることは何でもやっていく、そういう相談会、話し合いをやって、再稼働都市に臨んでいきたいというふうに思っています。ですから、大きな目標は、一体、再稼働を阻止するために何ができるか、もう一つは、仙台方、再稼働されたけども、また再稼働反対のために立ち上がって運動が継続している、そのことをもっともっと日でも続けていく、そういう戦いをつけること、そしてより重要な戦い3つ目は、この首都圏から最も近い原発と言われている茨城東海村の東海第二原発、この老朽化した、そして傷だらけのこの原発を動かそうとしている、しかもその債務保証をこの悪徳東電が支援して、そして動かそうとしている、私たちはそのことに対して本当に首都圏の大きな使いとして今後運動を作っていく、そういう話し合いもする予定です。そして電電本社再度みんなで抗議行動に出かける、そういう計画もあります。15、16、この東京での再稼働阻止ための全国相談会、誰でも参加できます。皆さんがこぞって参加されることを最後にお願いして告知に変えます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。次の方。皆様どうもお疲れ様です。タンポプ社のボランティアハガキチームの横田と申します。毎回お話をしておりますので、皆様もうすでに1回や2回はハガキ行動にご参加いただいたと思います。しかしハガキ行動は1回、2回、3回で終わりではありません。皆様もすでにご存知のように、今年の11月には東海第二原発、首都圏唯一の原発です。これが40年もうくたびれ果てた原発なんです。単に老朽化したというだけではなく、今までに被災をして非常に危険な状態に何回もあっている、この原発を絶対に動かすわけにはいきません。皆様がいろんな行動や習慣に参加をしておられると思いますけれども、このハガキ行動は家庭にいても具合が悪い方でも高齢化してもですね、自分のこの原発は絶対に再稼働は許さない、原発いらない、そういう意思表示を死ぬまで続けることができるハガキ行動です。ハガキだけではありませんけれども、このような草の根、本当に草の根の立つ原発運動、ぜひ皆さん一歩二歩三歩、そして一回だけではなくて、ぜひハガキ行動を地域あるいはご家庭の中でも進めていただきたいと思います。そしてこのようなもう倒産寸前というか、実質倒産している日本原電に、なんとこの東京電力と東北電力は助け舟を出して再稼働をさせようとしています。絶対に許すことができません。本日は東電のハガキ、東電抗議ハガキ、そして東海第二原発の20年延長反対、再稼働反対、2枚のハガキと宛名チラシを含めて2枚ワンセット150円でお分けしております。ぜひ皆さんご協力ください。ありがとうございます。はい、じゃあ私の方から最後の告知です。4月4日日曜日の午後2時から大津波の警告を葬った東電と国というテーマで、元朝日新聞の記者、国会事故調の調査委員をされた添田隆さんの、4月8日です、4月8日今度の日曜日ですね、国会事故調査委員会の協力調査員として、携われた添田隆さんの講演会がありますので、ぜひご参加ください。それではドンパン節と玉川太鼓、
聞きましょう。それでは行きます。どんどんパンパンとよろしくお願いいたします。どんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどんどんパパどんどんパパどんパンパン福島原発忘れない爆発原発忘れない原発なくても大丈夫電気は足りてる困らないそれどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんどんパンパンどんパンパン柏崎刈羽は動かすな東海大にも動かすな原発なくても大丈夫電気は足りてる困らないそれどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンふるさと守れ国守れ子供守れ孫守れ原発なくても大丈夫電気は足りてる困らないそれどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんパンパンどんどんパンパンどんどんパンパンどんパンパン柏崎刈羽は再稼働反対東海大二原発再稼働反対ありがとうございました。では締めの玉川太鼓参加で抗議をすることができました。